エドワード3世は、プランタジネット長のイングランド王。イングランド王エドワード2世とその王妃で、フランス王フィリップ4世の娘であるイザベラの間の、長男。1327年に不王が議会で敗位された、ことにより即位。当初は不王を敗位に追い込んだ母とその愛人、モーティマーの区別だったが、1330年に、クーデターを起こして、母を引退。 モーティマーを処刑に追いやって、実権を掌握。貴族や議会と、基本的に良好な関係を維持して安定的な、知性を築き、商工業を進行し、海軍の再編成に努めた。1337年に、フランス王フィリップ6世が、イングランド王のアキテーヌ公領を没収したのに、対抗して、母の血を根拠に、フランス王位を請求して、 フィリップ6世に宣戦線布告したことが百年戦争の式とみなされる。地政前半は軍事的成功を収めることが多かったが、後半はフランスから得た領土の大半を失うなど、かんばしくなかった。国士病流行など南極にも見舞われた。地政末は肉体、精神的衰えで、政治もおろそかになりがちで、議会との対立が深まり、 特に1376年の全領議会では、その政治を厳しく批判された。しかし当時のイングランドの国力から見て、総王以上の成果を上げ、近隣諸国にイングランド王国ありという認識を与えた王であった。彼の時代に、議会の中の州、都市選出の平民議員が新調して、庶民員が形成されたこと、イングランド最高勲章のガーター勲章の創設者で、 あることも特筆される。日は、エノーハクギオをム一世の娘フィリッパ。長男にエドワード黒大使がいる。神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世は義兄に当たる。エドワード二世に対するクーデターで、イングランドに帰国した母イザベラとエドワード皇太子1312年11月13日に、イングランド王エドワード二世とその王妃、イザベラの間の長男として、ウィンザー城で生まれる。後に、 弟として、ジョン・オブ・ウェルサムが生まれる。また妹として、エリナーとジョーンがいる。1325年に、父王エドワード2世は、アキテーヌ皇として、フランス王シャルル4世に、真珠の礼を取るため、イザベラをなしろとして、パリに送ったが、イザベラは、皇太子エドワードもパリに呼び寄せ、当時イングランド宮廷で権力を握っていた、国王朝鮮初代ウィンチェスター伯爵。 ヒュールディスペンサーとその同盟の息子の親子を追放しない限り帰国しないと宣言した。当時パリにはディスペンサー不死に追放されたイングランド貴族が大勢おり、その中にウェールズ辺境諸行の一人であるロジャーモーティーマーがいた。彼と親密になったイザベラは夫を範位して皇太子に王位を継がせる計画を立て始めた。またイザベラはフランドルの絵の王白オ王無一世の元を訪れ、 ギオーム一世の娘、フィリッパを皇太子妃とすること認める代わりに、イングランド遠征の援助を受けた。そして1326年9月、イザベラとモーティマーが集めた騎士たちが、イングランド東部サフォークへ上陸を開始し、ロンドンへ進軍した。エドワード二世とディスペンサー親子に味方する者は、ほとんどなく、各地で王妃軍は歓迎された。ロンドン氏も王妃の味方をした。 エドワード二世とディスペンサー親子は逃亡したが捕まってディスペンサー親子は処刑エドワード二世は幽閉のみとなったエドワード三世の退官式1327年1月にウェストミンスターに召集された議会においてエドワード二世の敗位と皇太子エドワードを後継の国王とする使命があった皇太子は当時15歳だったが即位の経緯に 危うさを感じ取り、父から正式な上位がなければ、多い継承はしないと返答し、そのため議会は1月20日に、エドワード2世から上位の文書を取っている。議会は、第3代ランカスター博ヘンリーを国王敬語役に指名したが、実権は母イザベラとその愛人ロジャー・モーティマーが握った。退冠式は1327年2月25日に、挙行された。 エドワード三世の即位当初、母、イザベラ・やモーティマーを中心とした、宮廷派が国政を主導した。1328年1月に、ヨークミンスターで挙行された、エドワード三世とフィリッパの結婚式もイザベラが取り仕切った。エドワードとフィリッパはまたいとこに当たるため、教皇の特面上を得て結婚した。スコットランド王ロバート一世は、少年王の即位を後期と見て、 イングランド北部への侵攻を開始した。軍資金の確保に苦しむ母イザベラとモーティマーは、戦争継続は不可能と判断して、ロバート一世に講和を懇願し、エディンバラのサンプトン条約を締結した。これによりイングランドは、スコットランドが独立国であることとロバート一世がスコットランド王であることを承認した。さらに、エドワード三世の妹ジョーンとロバート一世の 長男、デイビッドの結婚が取り決められた。しかしこの講話は国内的な合意を得ないまま進められたものであったため、屈辱外交として国内の強い反発を招いた。イザベラの愛人であるモーティマーは、イザベラの寵愛を盾に、ウェールズや辺境地域で巨大な勢力を築き、1328年10月の議会でウェールズ辺境博の称号を受けた。 モーティマーの急速な昇進は、ランカスター博、初代ノーフォーク博、トマス・オブ・ブラザートン、初代ケント博、エドムンド・オブ・トストックら王族に連なる諸公の反発を招き、イザベラやモーティマーら宮廷派とランカスター博らランカスター派の対立が顕在化した。やがてランカスター派は宮廷派に抑え込まれ、1330年春の議会ではケント博が反逆罪で、 公開裁判にかけられた末に処刑された。しかしこの時18歳になっていたエドワード3世は母とモーティマーの独断での剣と白処刑に憤慨していた。母の愛人である初代マーチ博ロジャー・モーティマーの逮捕を描いたジェームズ・ウィリアム・エドムンド・ドイルの年代記の絵をエドムンド・エヴァンズが掘り板にしたもの、エドワード3世は青年に近づくにつれて母とモーティマーによる 国政労団に不満を抱き、申請を開始する機会を探るようになった。そして1330年10月に、ノッティンガムで諸公の会議が行われている最中に、モーティマーをクーデター的に逮捕。モーティマーは11月末に召集した議会において、公式刑が宣告されて処刑された。母イザベラは見逃されるも、政治から引退することとなった。申請開始宣言において、 諸侯の助言を得て、政治を行うことを宣言したため、貴族の支持を得た。在中、エドワード三世は、基本的に貴族と、良好な関係を維持できたが、これは、退仏戦争という国際的な事情に加え、彼の寛大、寛容にして派手好きな性格があった。エドワード三世時代には少なからず伯爵家の創設が行われ、王子と王女の多くを、 国内の有力諸公の相続人と婚姻させることで、貴族の王室の反平化が推進されたためだった。エドワード三世時代、特に重要な諸公は、ランカスター博、アランデル博、ウォリック博、マーチ博、ヘレフォード博、ペンブルック博の六夜であり、彼らの協力を取り付けることは、エドワード三世に不可欠なことだった。 エドワード3世の時代より前に召集された議会では、州や都市の代表が議員に含まれるかは全く国王の一存次第であったため、パーラメントが常に大議政議会の要素を持つとは限らなかった。事実1310年頃までは裁判官、法律家、貴族、聖職者だけで召集されるパーラメントの方が多かった。また、パーラメントと無関係に州や 都市の代表からなる代表制集会が開かれることもあった。しかし、エドワード3世が即位した1327年以降のパーラメントは、州や都市の代表が必ず招集されるようになり、代表制集会は完全にパーラメントの一部となった。議員の構成面で見れば中世イングランド議会は、エドワード3世時代に完成したということができる。 王はシェリフに宛てた例状で、各州2名、各都市2名の市民を議員に選出することを求め、彼らを所定の日時場所に出頭させることを命じた。州代表に選ばれた者は騎士だったが、ここでいう騎士に実質的意味はなく、州を代表するにたる名簿家であればよかった。選挙は州裁判所の月例集会で行われたとみられ、詳細不明な点が多いが、 おそらくシェリフや州内有力者の意向で結果が左右されることが多かったと考えられている。州代表議員は74名だった。これに対して都市代表の代表選出方法は各都市の当局に一任されており、都市ごとに様々だった。都市代表の数は州代表の倍以上であったが、彼らの地位は州選出議員と比べると著しく低かった。 州代表の議員は初期には貴族の議員と合同して審議する傾向があったが、1330年代からは七社を代表して請願するという共通の立場から都市代表議員と合同するようになり、後世の庶民員の実態を形成するようになった。百年戦争の莫大な戦費を必要としたエドワード3世には議会の同意を得て国民に課す租税が不可欠であり、 王は議会への依存を強めたため、議会、とりわけ課税同意と請願活動に大きな役割を果たす州代表議員の発言権が増した。エドワード賛成時代の議会の議事は政治問題の討議、課税、立法、司法と広範な分野にわたった。エドワードは常に議会の見解のすべてを尊重したわけではなかったものの、議会を通じて世論を知り、 王の政策に同意を取り付けることは有益なことだった。またエドワードは大教皇政策においてしばしば議会の支持を求め教皇に対して議会の意向や議会の決議を盾にしてローマからの圧力に抵抗を試みた。ただし議会は戦争に関する助言については王から求められても慎重に回避することが多かった。 戦争について助言してしまうと議会が戦争遂行の責任の一端を担うことになり、戦費調達のための王の課税要求を拒否することが困難になるためだった。課税については何らかの形式で親民の集団的同意がいるという原則は13世紀には確立していたが、エドワード3世時代にはこれに加えて、さらに親民の課税同意を与えるのは議会であるという、 原則国王体験による課税は破棄あるいは厳重に政権を加える原則が立てられた。後者について、具体的には1332年の議会が、旧王領地や、国王直属都市に課せられる強制付加金を、事実上の廃止に追い込んだことや、1340年の議会が一般に直接税に対する議会の同意権を、確立したとされる制定法を定めたことが、 特筆される。イングランドによって、スコットランド王に擁立されたエドワード・ベイリアルに、忠誠を誓わせる、エドワード3世を描いた、年代記の、A、エドワード3世は、祖父王エドワード1世時代に一時的に成功するも、父王エドワード2世の代に破綻していた、スコットランド信仰の機会を狙っていた。1332年8月に、旧スコットランド王ジョン・ベイリアルの子であるエドワード、 ベイリアルが、スコットランドうち、不満分子を求合し、スコットランド王デイビッド二世に対して、反乱を開始しダプリン、ムーアの戦いに勝利して、スコットランド王即位を宣言した。スコットランド支配を狙うエドワード三世は、エドワード・ベイリアルの即位を支持して、支援を与えていた。しかし、エドワード・ベイジルは、エドワード三世に、進化の礼を取ったため、スコットランドの誇りを傷つけ、 スコットランド国内から激しく拒絶された。そのため一時イングランドへ逃げ戻るしかなかった。翌1333年にベイリアルイングランド連合軍は再度ハリトンヒールの戦いでデイビッド二世軍を撃破した。ベイリアルは1334年2月にエディンバラに召集したスコットランド議会においてエドワード3世をスコットランド最高の主と認定し、 リックのイングランドへの割上を決定した。さらに6月にはハギントンからダンフリーズにかけての南部スコットランドもイングランドに割上した。スコットランドにとってこの代償は大きく、スコットランドがこれらの地域を取り戻すのには100年の戦いを要することになる。デイエビット2世は1334年5月にフランスへ亡命した。スコットランドは 風前の投下となったが、イングランド海雷王のエドワード・ベイリアルは相変わらず、スコットランド内の人望を全く集められず、特にエドワード3世が、フランス王位を要求して1338年から大陸に出兵して、グレートブリテン島に不在となると、スコットランド各地でイングランド軍が押し戻されるようになり、エドワード・ベイリアルも、再び、イングランドへ逃げ戻るしかなくなった。 デイビッド2世の殺をロバート・スチュアートが、スコットランド内の実験を取り戻し、さらに1341年秋には、デイビッド2世がフランスから帰還して、イングランドに対して構成に転じるようになる。フランス王室のケーズ・フランスでは1314年に、フィリップ4世が崩御し、その第一王子ルイが、ルイ10世として即位したが、わずか2年で崩御。 ルイの娘ジャンヌへの大位継承を求める声もあったが、クレマンス王妃が妊娠中であり、男子が生まれる可能性があったため、出産を待つま、ルイの弟フィリップが、摂政に就任。その後クレマンス王妃は、男子ジャン一世を設けたものの、ジャン一世が生後5日で崩御したため、すでに権力を掌握していたフィリップが、ジャンヌ擁立派を退けて、フィリップ五世として即位した。 しかし、フィリップ5世も1322年に女子しか残さず、放御し、前例からいろんなく、マッテイ・シャルル4世が即位。1328年にシャルル4世が放御したとき、ジャンル王妃が妊娠中だったのでその出産を待つ間、フィリップ4世の弟の子バロアハクフィリップが、摂政に就任した。生まれたのは女子だったのでそのまま、バロアハクが、フィリップ6世として、 フランス王に即位し、カペーアー朝からバルワ朝となった。だが、ルイの娘ジャンルへの大位継承を求める声もあったように女子はフランス王になれないというのは当時はまだ確立した慣例ではなかった。男子が優先される慣例はあったものの、女子だと戦場に立つことができないという問題から、そうなっていたに過ぎないとも言われる。当時の社会通念上男子しか認められないのは、 ローマ皇帝とローマ教皇だけであった。そのため、エドワード3世は、文家に過ぎない、バロア博よりはフィリップ4世の娘、イザベラの子である自分の方が、フランス王位の正当な継承者だと考えていた。だが、カペー長が断絶した、この1328年には、エドワード3世はまだ15歳の少年王であり、母とモーティマーの区別だった。対して、バロア博は、 当時35歳の貫禄あるフランス大諸公であり、摂政としてフランス政界に君臨する人物だったため、フランス貴族はこぞってバロア博の大継承を支持していた。エドワード三世はフランスに在住していない点でも不利であり、大継承権者としてほぼ無視されていた。フィリップ六世が即位した時、エドワード三世は一度進化の礼を取ることを拒否したが、 後日渋々了承し、1329年2月に、フランスアミアンへ赴いて、秋程の皇として、フィリップ6世に、真珠の礼を行い、フィリップ6世の即位を認める形となった。しかし、カペイ朝の国王と違って、イングランド王室と血縁関係がないフィリップ6世は、スコットランドと交往して、イングランドに敵対姿勢を取った。 その極めつけが1337年5月にフィリップ6世がアキテーヌ公領の没収を宣言しフランス軍をガスコーニュに侵攻させたことだった。これに対抗してエドワード3世は同年10月7日に母イザベラの地を根拠にフランス王位を請求し11月1日にフィリップ6世に対して宣戦復刻した。1340年に エドワード3世が定めたイングランド王質問賞実際にエドワード3世がフランス王の称号を名乗り始めたのは1340年1月26日からである。この年にフランスフランドル博領のヘントにおいて自分がフランス王であることを宣言している。またこの年からイングランド王質問書のシールドを4分して第1と第3クォーターに フランス王の紋章の百合の花、第二と第四クォーターを、従来のイングランドの三匹の歩くライオンのものにした。エドワード三世は1338年7月から1340年初頭まで、フランス北部の低地地方フランドル伯領にあった。フランドル伯領は当時欧州屈指の富裕な商工地帯であり、基幹産業の毛織物加工の材料である羊毛は、もっぱら。 イングランドに依存していた。エドワード3世は、フランスとの海戦を見据えて1336年に、フィリップ6世に、忠実なフランドル博類一世を牽制する目的で、羊毛輸出を禁止したため、フランドル博領の諸都市で、繁栄的なフランドル博に対する不満が高まり、1337年には、ヘンと有力者、ヤコブ・バン・アルテベルデが放棄を起こして、 他のフランドル諸都市も巻き込んで、ついに、フランドル博が追放された。そのためエドワードは1338年に、苦もなく、イングランド軍を率いて、フランドルに上陸できた。フランドル諸都市勢力は、エドワード三世を、フランス王と認め、1339年12月には、イングランドとフランドル諸都市の間に、公主同盟が成立した。 フランドルは芝2339年9月からフランス王領への侵攻を開始したがフィリップ6世が応じなかったので本格的な戦闘に発展せずやがてイングランド軍の軍資金も尽きて1340年初頭にエドワード3世は臨時課税の議会の審議のためにイングランドへ帰国したフランドルを立つ際 エドワードの帰国に不安を抱くフランドル諸都市を説得するためフランスから攻撃があった場合には船と武器を送ることを約束するとともに妻と子供を事実上の人質としてルーベンに残した。イングランドに帰国後、エドワードは要求した金額を議会から確保している。スロイスの海戦その間フランスはエドワードの最上陸を阻むため政界権を握ろうと ルーアンからイングランド南岸の攻撃を行った。1340年6月にエドワードがフランドル最上陸を動きを示すと、フランス軍はこれを阻止すべく、イングランド軍とスロイスの改戦に及んだが、イングランド軍の勝利に終わった。そのため、エドワード3世はフランドル最上陸に成功し、イングランド軍とフランドル諸都市軍合わせて3万の軍勢を整えたが、 サントメールの戦いとトゥールネの戦いでフランス軍に連敗を喫した。エドワードは多額の債務を抱え、9月25日にはエスプルシャンにおいてフィリップ6世と1342年6月24日までを期限とする休戦協定のエスプルシャン条約の締結を余儀なくされた。フランドルではアルテベルデの力が衰え始めた上、スコットランド王デビッド2世が フランスの支援でスコットランドに帰還したことで北部国境がスコットランドに侵犯されるようになりエドワード三世は危機的状況に立たされるようになったエドワード三世が不在である間イングランド本国ではスコットランドに対する警戒や日常行政費など負担の増大王の不在による行政機能低下などの問題に直面していたさらに免税特権の停止や 国庫の付金の分割の付金紙に対する貴族の反発も強まっていた。そのため、エドワードの負債は増す一方であり、待望の軍資金はいつまで経っても前線に送られてこなかった。これを危惧したエドワードは1339年秋に、カンタベリー大司教ジョンドストラトフォードに、王の海外での債務履行の全権を与えるとともに、本国政府指導を任せた。 ストラトフォードは二度にわたって議会を召集し、課税同意を求めるも結論が得られず、前述の1340年初頭のエドワードの一時帰国で、ようやく収穫物の9分の1を王に与える同意が得られた。しかし、これを査定徴収して現金化するには、半年以上かかる上、民衆の抵抗にあって徴税も停滞し、9月まで軍資金の当てはつかなかった。 エドワードが多額の負債を抱えてエスプルシャン条約締結を余儀なくされたのはそのためだった。エドワードと前線の主戦派側近たちはこの失態は、ひとえにストラトフォードを筆頭とする聖職者や文官が指導する本国政府の戦争非協力が原因と断定した。報復を決意したエドワードは1340年11月30日にイングランドに突如帰国し、 本国行政府の粛清を開始した。ストラト報道は職務を解かれて、カンタベリーに戻り、大法官や財務副長官を務めていた2名の司教も、解任された。中央や地方の役人も次々と悲免あるいは逮捕された。その上でエドワードは徴税の地帯を許さない、強行措置を取るよう財務府に命じた。またウィリアム・ドラポールなど、 共同事業組合の羊毛商人も投獄している。エドワードは共同事業組合の失敗のせいで困難な状況に追い込まれたと考えていた。さらにストラトフォードに対して海外の多額債権者の人質になることを求めたが、ストラトフォードはこれを拒否し、王権は諸侯や教会の制約を受けるととき、マグナカルタ巡守と議会召集を求めた。貴族たちが その主張を支持したため、エドワードとしてもこれ以上ストラトフォードら聖職者たちと対立するわけにはいかず、1341年の議会で彼らと和解した。エドワード3世はフランドルに続いて他のフランス周辺地域も不安定化させることを狙っていた。ちょうどブルターニ半島のブルターニュ公国において1341年4月に、 ブルターニコージャン三世が表御した。フランス王フィリップ六世がジャン三世の命と結婚していた、ブロワ・ハクシャルルを好位継承者として支持したのに対抗し、エドワード三世はジャン三世の弟モンホール・ハクジャンド・モンホールの継承を支持した。代わりにジャンはエドワードのフランス王即位を支持した。モンホール・ハクはブルターニ公国の首都南東を占領したが、 フィリップ6世の息子のルマンディー皇者に率いるフランス軍の反撃に遭い、南東を奪還され、モンフォール博も捕虜になった。しかし、モンフォール博妃、ジャンヌ・ド・フランドルがフランス軍への抵抗を続けて粘り、休戦協定が切れたところで、エドワード3世もイングランド軍を率いて、ブルターニュに上陸し、モンフォール派の援軍に駆けつけた。イングランド軍はモンフォール派のために、 ブルターニュのいくつかの都市を占領した。ブロワ博が再び劣勢になっていく中、1343年1月19日に強行クレメンス6世が仲介を行い、マレストロは条約が締結されて1346年9月29日まで休戦となった。これにより、エドワード3世は2人の好意継承者が死由を決しえない状況下で、 モンフォール博を保護するという名目で、ブルターニ半島にイングランド軍を駐屯させられるようになった。このことの戦略的な重要性は、直ちに反撃される危険なしで、ノルマンディの最も弱い地点である西側から攻撃することを可能とした点だった。クレシーの戦いで死者の数を数えるエドワード3世を描いた絵がクレシーの戦いの夫人、エドワード3世。 率いるイングランド軍は1346年7月にポーツマスからノルマンディのサンバーストラウーグに上陸した。イングランド軍は道中ひたすら破壊と放火と略奪を繰り返す長距離進軍によって敵軍を挑発して合戦におびき出す機構と呼ばれる行軍方法でノルマンディを横断した後北上して1ヶ月で350キロも踏破した。 この挑発に乗ったフランス王フィリップ6世は、フランス軍を率いて、迎撃に出た。イングランド軍は、ポンティー伯領のクレッシー郊外において、エドワード3世率いる本隊、エドワード3世の長男エドワードクロ大使や、第11代をオリック伯、トマス・ド・ビーチャムの率いる隊、ノーサンプトン伯、ウィリアム・ド・ブーンの隊の3隊に分かれて布陣し、8月26日に、両軍が激突して、 クレシーの戦いが発生戦いはイングランド軍の対象に終わった。これは、長級部隊による勝利とも、長級というよりもイングランド軍が防御的人形を取り、それを維持したためとも言われる。エドワード3世の息子である黒大使はこの戦いが、ウイジンだった。ウォリック博の補佐を受けていたとはいえ、黒大使の優先はイングランドのみならず、 フランスにもその武名をとどろかせることになった。この戦いでエドワード3世が最も悔やんだのはフランス軍側の身分の高い者が大制戦死してしまい捕虜にして身の白金を得る機会を逃したことだったという。クレシーの戦い直後の9月から華麗の包囲をはじめ翌1347年までにここを陥落させ8月4日にはエドワード3世が カレーに入場した。エドワード3世は、カレーの維持を重視していたので、征服軍の当然の権利と考えられていた破壊や、略奪からカレーを守るとともに、輸出用申して市場をカレーに移させた。これはカレーを経済的に自立させるのが目的だった。カレーはこの後100年戦争を超えて、メアリー1世の時代の1558年に、失われるまでイングランド領であり続ける。 また1346年10月17日には、第2代、ネビル男爵ラルフ・ネビルと、第2代、パーシー男爵ヘンリー・パーシー率いるイングランド軍が、ネビルズ・クロスの戦いにおいて、デービッド2世率いるスコットランド軍を破り、デービッド2世を捕虜にすることに成功した。以降、デービッド2世は11年にわたって、捕虜となり、その間スコットランドの国政は、 ロバート一世の娘の子である、執事卿ロバート・スチュアートが主導するようになった。ブルターニ方面でも1347年6月20日の、ラ・ロッシュイコールデリアンの戦いで、トマス・ダグワース率いるイングランド軍が、ブロワクを捕虜にする勝利を収めた。1347年9月28日には、ローマ教皇の仲裁によって1355年6月までを、 期限とする休戦協定をフランスとの間に締結した。1347年末に国死病がイングランドに上陸し、1348年末までにはロンドンに国死病が到達した。翌1349年は国死病が最も猛威を振るった年で2月に予定されていた議会も突然発生した死をもたらす薬病により延期となっている。 1348年から1349年に広まった国死病により全イングランドで膨大な数の人が命を落とした。教会も世俗権力も死亡者数の記録を残していないため死者数の正確な数を割り出すことは困難だが、土地上都数からの推計で人口の30%から45%が国死病で死んだであろうとする推定がある。 イングランドの人口はこの国死病で激減した後、14世紀を通じて国死病の再流行を繰り返して減少を続け、世紀末には国死病発生以前の人口の半分である200万人にまで落ち込んでいた。エドワード自身は危機的な時期ロンドンを離れて、キングズ・ラングリーとウッドストックの荘園の館で過ごし、国死病を患うのを避けた。 国史病による危機的な社会状況にも限らず、当時のエドワード3世の権威は強固だったので政府の権威が傷つくことはほとんどなく、議会の政治的合意が損なわれることもなかった。エドワードはクレシーの戦いの対象により軍事指揮官として名声を確立しており、議会は珍しく、王を称賛して調達された資金の全てが有益に使われたと認めたほどである。 そのためエドワードは、議会から安定的な臨時課税への承認が見込めたし、1340年代と1350年代には、財務府長官のウィンチェスター司教、ウィリアム・エディントンの働きのおかげで、多くの金血状態が回復し、国史病が襲った時期にも調税が続けられ、財政的に非常に安定していた。国史病による、 労働力不足につけ込んで多くの労働者が賃上げを要求するようになり、それに成功した労働者は労働者階層にふさわしく、内贅沢な身なりや生活をするようになり、社会問題化した。年代企作者ヘンリー・ナイトンは当時の状況を、労働者はひどく思い上がって従順で亡くなり、王の命令に全く敬意を払わない。労働者を雇いたければ彼らの要求に屈するしかない。 と表現している。農業労働者も同様であり、より高い賃金を要求して、農業労働者の移動が激しくなった。土地所有者たちはこれに憤慨し、国王エドワードに労働者の不当な賃上げ要求を許さない法律の制定を求めるようになった。この声に応えて1351年に労働者、規制法を制定して、賃金率を固定し、 農業労働者の移動の抑制を図った。さらに1363年には贅沢禁止法を制定し、労働者階級が身分にふさわしくない身なりや生活をするのを規制しようとした。だが、あまり効果は上がらなかったという。国士病の流行で戦争継続が困難となったため、1354年4月にアビニョンでフランスとの和平交渉を試みた。 アンジュー帝国最高を夢見るエドワードは、自分がフランス王位を要求するのを止める条件として、アキテーヌ領有を認めること、ポワトゥー、トゥーレーヌ、アンジュー、メーヌの割動、これらの領土にフランス王が風主とならないことを要求したが、フランス王じゃ二世は拒否したので交渉は決裂、戦争継続となった。ソールズベリー伯爵夫人ジョアンが落としたガーターを、 エドワード3世が拾い上げたという逸話を描いた、絵画があった騎士団員の清掃をする、エドワード3世を描いたエドワード3世は、アーサー・王の円卓の騎士に強い憧れを持っていたと言われ、クレシーの戦いに凱戦して、イングランドに帰国した後、イングランドの守護聖人セントジョージへの献身を、精神的支柱とする騎士団の創設を考え、1348年8月6日に、 ガーター騎士団を創設した。ガーター騎士団は十字軍を契機に創設された、テンプル騎士修道会のような宗教的組織とは異なる最初の世俗騎士団だった。ウィンザー城周辺から大工と石膏を集め、城内にガーター騎士団の本拠地となるカレッジを建設した。最初の騎士団員十六名は二組に分けられ、一組はエドワード三世以下十三名。 もう一組は黒大使以下13名で構成された。その団員賞であるガーター勲章はガーター、継承、聖章、レッサージョージからなり、左足にガーターをつけるのが特徴である。ガーターを左足につけるようになった理由は、次の伝説がよく知られている。エドワード三世が舞踏会でソールズベリー伯爵夫人ジョアンとダンスを踊っていたとき、 白爵夫人の靴下止めが外れて落ちてしまい、白爵夫人は恥ずかしさで立ちすくんでしまった。それを気遣ったエドワード三世はガーターを拾い上げると、自分の左足につけて、ホニスはクイマルワイペンセと叫び、白爵夫人の窮地を救ったというものである。この伝説の真偽は不明だが、ホニスはクイマルワイペンセは、 騎士団のモットーになっている。エドワード3世が創設したガーター勲章は、今日までイングランド最高勲章として、連綿として続いている。1355年に休戦協定が切れたが、エドワード3世は当時スコットランド政策に、謀殺されていたので、同年9月に黒大使をガス購入に送り込み、彼の指揮の下に、対フランス戦争を再開した。 黒大使率いるイングランド軍は10月から11月にかけて帰港しながら900キロを踏破し、地中海に近いナルボンヌまで到達した後に引き返した。翌春にイングランド軍はフランス領への直接攻撃を開始し、ベリー地方、ロアール川地方へ向かい、その地方の農作物や家畜などを徹底的に破壊した。さらに、フランス王権にとって、 中心地の一つだったブルージュを占領した。ブルージュ陥落で忍耐が切れた、ジャン2世は、フランス軍を結集して黒大使の追撃を開始した。そして1356年9月19日に、両軍は、ポアティエから南西15キロの地点で対戦、数で劣るイングランド軍が対将を収め、フランス王ジャン2世は、イングランド軍の捕虜となった。エドワード3世は、捕虜になった。 ジャン2世やジャン2世捕虜後にフランス摂政として国政を指導するようになったジャン2世の長男シャルルと交渉を繰り返し最終的に1360年5月8日にブレキニーにおいて英仏の和平条約の仮条約であるブレキニー条約が締結されたこれによりエドワードはポアトゥーを含む和規定の交領を風手券付けで移乗されカレーとその周辺地域 ポンティユー伯領、ギュイーヌ伯領の活用を受けた。さらに、フランス王の身の代金として分割払いで300万、ロワイヤル金貨を受け取ることになった。その代わりに、エドワードが放棄したのは、フランス王位のみだった。10月24日には、ブレティニー条約の本条約となる、カレー条約が締結された。だが、フランスからの身の代金の支払いは滞り、エドワード三世は、 ミノシロ金全額を受ける前に、ジャン二世を釈放する代わりとして、ジャン二世の第二王子アンジューコールイ、第三王子ベリーコージャン、王帝オルレアンコーフィリップを含む40人の人質をロンドンに送ることをフランスに要求した。要求通り人質が送られてきたが、1363年9月には、人質の一人であるアンジューコールイがロンドンから大陸のカレーに移されたのを後期として脱走した。 釈放されていた、ジャン2世は、代わりの人質が逃げたのなら自分が戻るしかないと言って、自らの意志で、ロンドンへ戻ってきたので、再び、ジャン2世を捕虜にしたが、ジャン2世は、翌64年4月8日に、ロンドンで放御し、摂政シャルルが、シャルル5世として即位した。1366年1月に、フランス王シャルル5世は、カスティーリアの国王ペドロ1世と対立する。 ショアにエンリケを擁立し、ベルトランデュゲクラン率いる、傭兵団に、カスティーリア遠征を開始させ、わずか3ヶ月で、首都ブルゴスを攻略して、エンリケをエンリケ2世として即位させた。王位を追われた、ペドロ1世は、イングランドの庇護を受けようとアキテーヌに亡命してきた。当時アキテーヌは、フランス王の創始権がなくなっていたので、エドワード3世が創始で、 黒大使がアキテーヌ教となっており、ボルドーに黒大使の宮廷が置かれていた。黒大使は9月23日に、ペドロ・一世との間に、リブルヌ条約を締結して、同盟を結び、以降カスティーリアナイランは、英仏大理戦争を溶かすことになった。1367年4月3日、黒大使の支援を受けるペドロ・一世軍は、ナヘラの戦いで、 フランスの支援を受けるエンリケ二世移軍を撃破し、黒大使はペドロ一世をカスティーリア王に復位させた。しかし黒大使はカスティーリアに滞在していた際に病を患った上、出兵にかかった費用の回収のためにアキテーヌで増税を行ったことが反発を招いた。特にアルマニャックハクジャン一世やアルブリキョアルノーアマニューといった南部ガスコーニュ貴族が強く反発し、彼らは フランス王シャルル5世に訴え出た。カレー条約でアキテーヌへの総主権を放棄したはずのシャルル5世は、これを後日に1369年11月30日にアキテーヌ没収を宣言。エドワード3世はこれをフランスによるカレー条約の破棄宣言とみなし、再びフランス王を名乗りアキテーヌを舞台に百年戦争が再開された。 しかし再戦後のイングランドの戦況は思わしくなかった。カスティーリアでは1369年3月に、デュー・ゲクランらフランス軍の支援を受けるエンリケ2世が、ペドロ1世を撃破していた。さらにデュー・ゲクランは1370年10月に、フランス大元帥に任命されて、フランス全軍の指揮官となり、寄港を行っていたイングランド軍を12月4日のポンバイアンの戦いで破った。 さらに1372年にはポワトゥー、オニス、サントンジュの北アキテーヌ山地方がフランス軍に占領された。7月7日にはポワティエ、9月8日にはラロシェルが陥落した。イングランド王の支配領域は急速に縮まった。1375年7月1日にエドワード3世とシャルル5世はブルージュにおいて2年間の休戦協定であるブルージュ条約を結んだ。 その間、フランスとの和平交渉に着手したが、平行線に終わり、急戦が切れる前に、エドワード三世は崩御することになる。エドワード三世と、愛称、アリス・ペラーズを描いた、絵画1360年代は国内において、エドワード三世に対する圧力はほとんど、存在しないに等しかったが、エドワードの最後の年間の年から年に、 かけては、羊毛取引が衰退し、それに伴いエドワードの権威が低下した。1369年からフランスとの戦争が再開したが、前述の通り、イングランド軍の苦戦が続き、1370年代には、重税が定期的に課せられた。1371年から1381年にかけて徴税された額は40万ポンドに及ぶが、これは、 中世後期において最も重い課税額に限りなく近いものである。そのため国民の沿線気分も高まった。またエドワードは1369年にフィリッパ王妃が崩御した後には肉体的、精神的衰えが目立つようになり、愛称アリス・ペラーズを溺愛し、彼女の求めるものは何でも与えたばかりか政治に介入することも許した。政治も戦争も 他人任せになり始め、四男のランカスターコージョン・オブ・ゴー,オーンとが牽制を振るうようになった。1375年には、フランスとの間に2年の休戦協定が締結されたが、休戦明けには、カスティーリアの参戦と情勢の一層の悪化が予想されていたため、政府は勝利の見通しを持って議会に臨むことができなかった。こうした状況のため、 地政末の議会は政府に敵対姿勢を取ることが多くなった。1371年の議会では、エドワード3世の最小たる大法官ウィンチェスター司教、ウィカムのウィリアムに対して、貴族たちが強く反発し、彼の解任が課税承認の条件にされたため、エドワード3世はやむなく、彼を大法官から解任している。 特に犯行が激しかったのが1376年4月に召集された議会、いわゆる全領議会である。全領議会は中世紀の議会の中でも最も巧妙な議会の一つであるが、それは州、州都市代表の平民の議員がかつてないほど活発に王権に対抗したためである。平民議員の犯行の根底には三種の不満があったとみられる。第一に、 選挙区悪化状態での休戦に対する不満。第2に、宮廷の腐敗への怒り。第3に、商業上の不満である。第3については、輸出用申し手市場承認組合に属するイングランド商人とアウトサイダーたちの対立が背景にあった。15世紀以降には、こうした組合は、政府の人為的な市場制限によって市場独占の機会を獲得し、 組合はその利益の中から政府に財政的便宜を図るという強制関係が出来上がるが、組合が発足して、まだ10年前後のこの時期には、この関係が安定的にできておらず、むしろイタリア商人と宮廷が結託していたからである。全領議会は、中世議会としては、異例の長期にわたり、7月までの2ヶ月半にわたって続いた。 その間、全領議会で取り決められたことは、3年にわたる、関税徴収を承認、アリス・ペラーズの宮廷からの追放、諸公の助言により選ばれた9名の勢属諸公から、なる、協議会に、国王補佐権を付与すること、第4代、ラティマー男爵、ウィリアム・ラティマーや、第3代、ネビル男爵ジョン・ネビルら国王側近の弾劾などで、ある。特に議会における、 政府交換弾劾という新たな刑事裁判手続きがこの議会で初めて導入されたことは特筆される。これが前例となって17世紀から18世紀にかけての議会政治確立期に政府交換の弾劾が多用されることになる。全両議会で平民議員たちが勝利を収めることができたのは彼らが団結して王権に抵抗したからである。また平民議員たちは ピータードラメアーを代表者に立てて行動したが、メアーは第3代マーチ博、エドマンド・モーティマーの出事であるため、マーチ博やその同僚たちの保護を受けられたことも大きかった。メアーは後世に最初の庶民院議長とみなされる人物となった。全領議会後、国王を監視する評議会が発足したものの、わずか3ヶ月しか続かず、エドワードの反転攻勢を許した。 1377年1月に召集された議会は、全領議会で弾劾された者たちに恩赦を与えた上、庶民院議長、メアーを一定期間収監した。さらに、エドワードの資金確保のために、最初の人頭税の導入にまで同意した。この議会はエドワードによる反動を許した議会として、不良議会と呼ばれている。全領議会に追放されていた愛称。 アリス・ペラーズを宮廷に呼び戻し、彼女と晩年を過ごした。1377年6月、ロンドン・リッチ・モンドの新宮殿で式を迎えようとしていたエドワードに対して、アリスは深い息だけで呼び声に応えないようの状態を確認するや彼の指から指輪を抜き取り、宝石箱からも洗いざらいの宝石を盗んで宮廷を退去した。メシ使いたちも一人、 また一人と宮殿から退去していき、最後までエドワードの傍らに残ったのは教会士一人だけだった。6月21日、エドワード三世は教会士が乗せた十字架を胸にして、放御した。64歳だった。4年前に放御していた王妃フィリッパと同じウェストミンスター寺院に葬られた。長男の黒大使は全領議会会期中の1376年に、 先立っており、王位は、黒大使の次男で、エドワード三世の着孫にあたる10歳のリチャード二世が、継承した。エドワード三世と、王妃、フィリッパの間には、以下の七男五女があったが、うち次男カズメは創生している。長男のエドワード黒大使に1337年に、イングランドで、最初の公爵くらいである、コーンウォール公を授け、1343年に、 皇太子として、プリンス・オブ・ウェールズの称号を与えた。他の4人の息子たちにも、クラレンス公、ランカスター公、ヨーク公、グロスター公を助赦、あるいは相続させた。後に、ランカスター・アザを開くヘンリー4世は、ジョン・オブ・ゴーントの息子であり、ヨーク長の将の父や祖父である、ヨーク公・リチャードは、ライオネル・オブ・アントワープとエドマンド・オブ・ラングリーの、両方の血を引いている。 アメリカ合衆国初代大統領のジョージ・ワシントンは、女系からエドワード3世の14世今後である。また愛称、アリス・ペラーズとの間に、以下の非着出子の3子を設けた。ありがとうございます。